比き義しの変、比き義しの変は、鎌倉時代初期の兼任三年、1203年9月2日、鎌倉幕府内部で起こった政変。二大将軍源、頼家の外籍として、県政を握った比き義しとその一族が、北条時政の暴略によって滅ぼされた。鎌倉幕府初代将軍である、源頼朝の死後、18歳の嫡男頼家が、 あとを継ぐが、三ヶ月で、訴訟の採決権を止められ、十三人の合議制が、敷かれて、将軍独裁は停止された。合議制成立の数ヶ月後、頼朝の死から一年後に、将軍側近であった、梶原景時が御家人らの球団を受けて失脚し、一族と共に滅ぼされる、梶原景時の変。侍の頃別党であり、将軍権力を行使する立場としてご家人たちに、 影響力を持つ中心影時を失ったことは、将軍頼家に大きな打撃となる。影時なき後、頼家を支える存在として残されたのは、頼家の卯父であり、衆都でもある、比企義和であった。比企氏は、頼朝友の留人時代を支えた比企の一族で、比企の養子として、比企氏の家督を継いだ義和は、頼朝友の信任を受け、着難、頼家の卯父となる。 また、吉和の娘若狭局は、頼家の側室となって、着難一万を生み、将軍家外籍として、牽制を強めていた。この引き主の台頭に、危機感を持ったのが、頼家の母、北条政子、二五代とその父次世である。次世は、頼家の後ろ盾となる勢力からは外されており、代替わりと共に、将軍外籍の地位から一五家人の場に、転落していたのである。 以下は、鎌倉幕府末期に、特捜先生の立場から編纂された師匠、東鏡の描く事件の経過である。兼任三年、千二百三年。こうして、より家の外籍として、建政を誇った比企一族は、たった一日で滅亡してしまった。事件当時に記録された京都貴族の日記、その他の文献資料によれば、事件の経過は、東鏡の記述と異なっている。 藤原定家の日記、赤月記によると、兼任3年、1203年9月7日に、鎌倉からの使者が到着して、より家が1日に死去したと報じ、朝廷に三根友の将軍就任要請をしたことが記されており、同様の記録が、この駅日の、幾間関白記、白川白王家行使用の、成し王記などにも見られる。 頼家が死んだ者として、さねとの将軍就任を要請する死者が京都に到着した9月7日は、頼家が出家させられた当日である。鎌倉から京までの死者の進行速度からすれば、死者は9月1日か2日に、鎌倉を出発しており、まさに、引き一族が滅ぼされた前後である。死者が送られた時点で、頼家。 一万、比企吉一の殺害が予定されていったものと考えられる。また、事件当日に、自生邸を警護した小城幸平の子孫が記した置文の小城文書には、比企吉一が単身、平服で自生邸を訪れたことが記されている。あず鏡で、より家与党として処罰されたとされている中野義成は、比企氏が滅ぼされた二日後の九月四日の日付で、 引き押しかずの秘宝のため、所領を乱暴されたそうだが、特別処遇を与えるという辞世による、所領安度の書状が、市川文書に残されている。辞世の子、工場と木婦さは、頼家の禁事であり、この吉成とは深い関係があった。次縁の愚官省によれば、頼家は、大江広元の屋敷に滞在中に、病が重くなったので、自分から出家し、 あとはすべてこの一万に譲ろうとした。これでは、危機吉和の前世時代になると恐れた次世が、吉和を呼び出して暴殺し、同時に一万を殺そうと軍勢を差し向けた。一万はようやく母が抱いて逃げ延びたが、残る一族は皆撃たれた。やがて回復したより家はこれを聞いて激怒、立ちお手に立ち上がったが、政子がこれを押えつけ、修繕寺に押し込めてしまった。 11月になって一万は捕らえられ、北条義時の手勢に差し殺されたという。このことから、事件の発端となった義和と頼家の密はかりごと、そのものが、事件後に北条氏によってでっち上げられた鉄像であったとする、見方も成り立つ。この事件以後主に、北条氏と有力御家人との間の清掃が続くため、この事件をその発端と考える見方である。 ただ同時に見逃せないのは、この事件の背景に先制を強める将軍及びその、近親勢力と国有力御家人との対立が考えられることである。後世鎌倉幕府の執権職を世襲する法上氏であるが、この事件当時それほど大きな力を持っていたわけではない。この事件が暴略であったとして、幕府内の有力な東国御家人の指示なくしては、実行不可能であったはずである。 とすれば、表面的に、北条氏の活躍が目立つものの、実際は、東国有力御家人の了解のもとにこの事件は、進行したと考えられる。また、頼朝の御家としての北条政子の影響力も無視、できない点である。東鏡の記述によれば、引き討伐も、頼家の幽閉も、政子の行であったとされるし、事件の発端となった。 より家主語の一万と千旗の諸国主語の文章も、政子の積極的な関与が見て取れる。サネ友の代になっても様々な場面で、政子が決定的な役割を担っていることも多く、もしこれをそのまま事実であったとするならば、北条氏を含めた、東国御家人勢力とは、別個に朝廷者としての政子の姓も認めねばなるまい。また、この時期の子の地位について注目すべきものとして、 以下の二つが挙げられる。すなわち、頼朝の御家として、頼朝の法事を含め幕府の宗教体制の中心的存在であったこと。また、幕府の実務官僚であった、大江広本ら系下りの理領たちを掌握していたことである。彼らは、幕府内にあって、将軍権力と有力御家人の間の中間勢力を成していたと考えられる。 彼らを掌握していたからこそ政子は朝廷者として振る舞うことができたとも言えよう。以上を踏まえれば、頼朝死後の鎌倉幕府将軍の権力は、将軍職は頼家が継いだものの、生前の頼朝が持っていた地位と権力は実際は、政子と頼家により文章されていたと見ることもできよう。つまり政子の関与により、頼家から、 宮沢への将軍職以上がなされたという事件の側面を見ることができるとともに、鎌倉幕府の権力構造を考える上で、後の執権職につながる役割を考察する材料、取ることは確かである。頼家は、翌年の元旧元年、1204年7月18日、伊豆国主前寺にて23歳で養えた。東鏡は、頼家の死因については、一切触れず、 19日に飛脚から寄り絵死去の方が、あったことを記すのみである。区間賞や、マスカガミによれば、頼りは、北条義時の送った手勢により、入浴中を襲撃され、激しく抵抗したところを首に紐を巻きつけ、陰謀を取って刺し殺されたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。